現地時間6月9日、2024年 F1 第9戦カナダ GP の決勝レースが行われ、天候が目まぐるしく変化するコンディションの中、マックス・フェルスタッペン、レッドブルが今季6勝目、自身通算60勝目を飾った。2位にランドノリス、マクラーレン、3位にポールシッターのジョージ・ラッセル、メルセデスが続いた。角田祐希、RB は14位となった。 レースウィーク初日から降雨に見舞われたカナダ GP。予選日はドライコンディションとなるも、決勝日は再び雨模様に。スタートタイヤは14番グリッドのケビン・マグヌッセン、17番グリッドのニコ・ヒュルケンベルグと、小松綾雄チーム代表率いるハース勢2台は不幸図のウェットタイヤを選択。その他18台は朝溝のインターミディエートタイヤを装着し、 気温16度、路面温度18度、小雨が降り、路面はフルウェットコンディションとなる中、70周の決勝レースはスタートを迎えた。トップ5台は予選順位のままオープニングラップを終える。そんな中、ウェットタイヤを履くマグヌッセンがわずか1周で14番手から8番手、ヒュルケンベルグが17番手から13番手まで浮上。コンディションはウェットタイヤがベストマッチであり、 3周目にはマグヌッセンが4番手、ヒュルケンベルグが8番手まで浮上し、ハース2台は3周で10ポジションアップに成功する。ただ、ハース勢の猛烈な追い上げはここまで。6周目を迎える頃にはインターミディエート勢のペースがハース勢2台を上回る。とはいえ、6周目のターン7でローガン・サージェント、ウィリアムズがコースオフするなど、 数台ががココースオフする難しいいンンディションが続いた7周目、4番手のマグヌッセンがインターミディエートに履き替えるべくピットイン。ただ、チームはタイヤ交換の準備ができておらず、停車時間は8.6秒に及び、マグヌッセンは14番手でコースに復帰した。ウェットコンディションでスタートしたレースは10周目を迎える頃には、雲の隙間から青空が見え、路面もレコードライン上が乾き始める。 トップのラッセルから5秒落ちというペースまで落ちたヒュルケンベルグはなかなかピットに入らず、ヒュルケンベルグを先頭に6台が呪術つなぎとなる。11周目にはダニエル・リカルド、RB がヒュルケンベルグを攻略し7番手に浮上。しかし、そんなリカルドにはスタート違反により5秒のタイムペナルティが下る。ヒュルケンベルグは12周目にインターミディエートに�き替え、19番手に交代する。 2番手のフェルスタッペンは17周目のターン1でブレーキロックからコースオフこれで3番手ノリストのギャップが一気に縮まるこのチャンスをものにしたいノリスはフェルスタッペンの背後でハードプッシュを続けるまたノリスの6秒後方につける4番手のオスカー・ピアストリマクラーレンモノリスとファステストを更新し合うなど路面コンディションの改善が一気に進む中 オレレンンジのマクラーレンが速さを見せた勢いそのままノリスは20周目の最終試験員入り口ターン13でフェルスタッペンをオーバーテイクすると続く21周目の同じく最終試験員入り口でラッセルを攻略しトップに浮上するさらにラッセルは最終試験員でオーバーシュートしその間にフェルスタッペンが先行ラッセルは一気に3番手まで後退することに一方 8番手スタートから10番手を走行していた角田は20周目にアレクサンダー・アルボン、ウィリアムズ、にかわされ11番手に交代する。ただ、角田はペースの上がらないシャルル・ルクレール、フェラーリ、を攻略し10番手を死守する。トップに浮上したノリスは25周目にはフェルスタッペンに7秒差をつけ、独走状態に。そんな中、1周遅れで最後を走行していたサージェントがターン4でスピンを喫し、 25周目にセーフティカー、SC が導入されることに。これで25周目終わりにフェルスタッペン、ラッセル、ピィアストリラが続々とピットイン。ノリスはここで一周ステイする形となり、26周目終わりにピットインする結果となり、フェルスタッペン、ラッセル、ノリス、ピィアストリ、ハミルトン、アロンソというトップ6となった。16台がインターミディエートに履き替えた中、 雨雲接近も予想されたため、ここで角田、エステバン・オーコン、アルピーヌ、バルテリ・ボッタス、キック・ザ・ウバー、3台がステイを選択。角田が7番手、オーコンが9番手、ボッタスが12番手でリスタートを迎えた。ただ、29周ユーズドのタイヤでのリスタートは難しく、オーコンは早々にあるボンにパスされ10番手に後退する。一方、 同じくステーを選択した角田はアロンソとのギャップが徐々に広がるも、8番手ストロールを1秒以内に従えて7番手を守る。なお、ペースが上がらないルクレールは SC 中に再びピットに入り、ドライのハードタイヤに交換し19番手でリスタートを迎えたが、1周9から15秒遅れるペースとなり、32周目にインターミディエートに履き替え勝負権を失うと、その後42周目にリタイヤとなった。 レースも後半に差し掛かった38周目のトップ10オーダーはフェルスタッペン、ラッセル、ノリス、ピアストリ、ハミルトン、アロンソ、角田、ストロール、アルボン、オコン。天候変化に的確な判断が下せるかが勝負の鍵となる中、上位勢はペースコントロールもあり、しばし均衡状態が続いた。40周目に再び DRS が使用できるようになると、5番手ハミルトンがファステストを更新する。 41周目にはガスリーがハードタイヤ、42周目にマグヌッセンがミディアムタイヤに履き替える。コースはセクター2、3を中心に路面の乾きが進み、43周目には5番手ハミルトンが上位勢で真っ先にミディアムに履き替えた。この動きを見た4番手ピアストリを筆頭に、アロンソ、角田、ストロール、オコン、ヒュルケンベルグラが44周目に一気にピットへ。 さらに45周目には2番手フェルスタッペン、3番手ラッセルがタイヤを履き替える。ノリスは48周目という最も遅いタイミングでピットイン。これでフェルスタッペンがトップに浮上する。49周目にはラッセルがバックストレートでノリスをかわし2番手の座を取り戻す。全車がドライタイヤに履き替えた50周目時点で、フェルスタッペン、ミディアム、ラッセル、ハード、ノリス、ミディアム、 ピアストリ、ミディアムハミルトンミディアムアロンソハード角田ミディアムストロールハードオコンミディアムアルボンミディアムというトップ102番手のラッセルは50周目にファステストを更新トップのフェルスタッペンは遠石に乗れないと無線を飛ばすここで一気にギャップを縮めたいラッセルだったが51周目のターン8でわずかにスライドしタイムロス その間ににノリスが2番手に浮上する。また52周目にはストロールが角田を攻略これで角田は8番手に後退するそんな中13番手を走行していたペレスがターン6で単独スピンからクラッシュしリアウィングを損傷しガレージへさらに54周目には10番手のサインツがターン6で単独スピンを喫し11番手走行のアルボンが避けきれず接触 わずかな期間にに3台がリタイアする事態にこれで2度目の SC 導入となりこの SC 中に2番手ラッセルがミディアムに5番手ハミルトンがハードに交換するフェルスタッペンミディアムノリスミディアムティアストリミディアムラッセルミディアム新品ハミルトンハード新品アロンソハードストロールハード角田ミディアムオコンミディアムリカルドミディアム のトップ10オーダーで59周目、残り12周でリスタートを迎えた。60周目に DRS 使用可能となると、62周目にラッセルが勝負に出た。最終試験員前のバックストレートでピアストリに並ぶもここでは順位は変わらず。続けて63周目にも同様に仕掛けたラッセルだったが、ターン13飛び込みでピアストリと接触。これでラッセルはコースオフし、 その間ににハミルトンが4番手に浮上するまた、角田は62周目にオコンにかわされ9番手に交代。10番手にはリカルドが続き、そのリカルドに対して勇気と戦ってもいいよと無線が飛ぶ。65周目のターン13でハミルトンがフィアストリを攻略し3番手に浮上。さらにハミルトンはこの週ファステストを更新する走りでノリスの背中を追う。また、 ペースの落ちたピアストリを攻略したラッセルが4番手に浮上する。そんな中、66周目のターン8で9番手の角田がオーバーシュート。濡れた芝生の上で滑り、コース上でストップ。再始動はかなったが、角田は14番手まで交代することに。68周目、ターン13でラッセルがハミルトンから3番手の座を取り戻す。 メルセデス2台は最後までテール・トゥ・ノーズの戦いを繰り広げたが順位は変わらず。天候の変化、5台がリタイアする。大波乱の70周を終え、フェルスタッペンが今季6勝目、自身通算60勝目を飾った、2位ノリス、3位ラッセルまでが表彰台に登壇、4位ハミルトン、5位ピアストリ、6位アロンソ、7位ストロール。 8位リカルド、9位ガスリー、14コンまでがポイント獲得。角田は14位でポイント獲得には至らなかった。次戦となる2024年 F1 第10戦スペイン GP は、6月21から23日にカタルーニャ州バルセロナに位置するカタロニアサーキットで開催される。